どうやって時事問題などの情報収集してますか？なんか Twitter 見たり、あとあの iPhone とか Android の一番左のページにニュースが出るのでそれを見たりしますね。逆にそのニュースアプリは僕使わないですね。そのあのなんかスマートニュースとかグノシーとかってあれその日本のニュースしか集めないので僕使わないっていうのと、あとそのまあ海外だとそのなんかニューヨークタイムスとかっていうその各メディアごとのアプリっていうのがあるんですけど、でその別に特定のその新聞社のサイト見たいわけでもなくて、僕いろんな情報を見たいので、なのでアプリは使わない派ですね。